りました。改めまして、和田アキ子です。柿原忠です。アッコのいい加減2000回、東京有楽町日本放送の制作で、福井放送、高知放送で沖の皆さんにもお送りしています。はい。12時50分頃からお送りするクイズコーナー、クイズアコちゃんに叱られる。電話に出てクイズに正解された方には今週もラッキーです。1万円がお二方に当たります。本当にそうなんですよ、出ていただきたいですね。それで聞いてていただきたい。はい。うん、もう1万円ですからね、せっかくのチャンスですので、ね、ぜひゲットしてください、はい。電話番号書いていただいたら自動的にエントリーとなりますので、しっかりとお間違いのないように電話番号書いて、受付メールアドレスは小文字で AKKO アッコアットマーク 1242.com、はい。そしてファックスは 0570-021242 でお待ちしております。これも何度も言ってますけど、いただいたメール私たちが読んだとしても、もう一回戻してアトランダムに当たるようになってますから、読まれた方も同じようにチャンスはありますので、はい、もう気を抜かずにですね、そう、しっかりと電話出てください、はい、お待ちしております。さあ、メールご紹介します、うん。ラジオネーム藤沢のおじさんライダーさんからいただきました、はい。お月見の話がありましたが、はい、桑田佳祐さんの月をカバーしたアッコさんの、はい、素晴らしかったですと。ありがとうございます、ね、私大好きな歌ですから。そうですよね、はい、でそんな桑田佳祐さんがですね、うん、旗振り役となっているボーリング大会、うん、桑田カップの予選大会が今日からスタートするそうです、はい、はいはい。で桑田佳祐さんは、はい、心と体の健康維持に励みながら、うん、人生100年時代をどうか元気にお過ごしください、はい、並びにベストアルバムとドームツアーもよろしくお願い申し上げますとコメントを寄せられておりました、はい、でもこういうイベントを一つ一つ積み上げていくことが以前のような日常に戻るということなんでしょうかね。桑田君の目の付けどころがまたボーリングっていうのがね、はい、よく考えてみたら室内でできるし、そうですね、ここに左右されないで、ね、そうですね、他のやっぱり野球とかね、うん、もうそうだし、まあまあ室内でできると卓球とかもあるけど、あと幅広いですよね。そうなの、年齢層が子供とか、はい、そのお年寄りでもできるし、そうそうボールのね、大きさ違えると対等に戦える、割と重さが違ってもね、楽しそうだもんね。そうですよね、うん、いやいや、そう、アコさんだって、まあ、今でこそちょっとやってないですけど、昔はだってハンデいらないぐらい、そう、誕生日の時やってたんですけど、はいはい、女性だけね、ハンデ30、はい、30点かな。だから、一番うまかったのは柳葉敏郎さん、うん、と山城慎吾さん。あ、山城慎吾さんも3点、はい、昔ですよ、だからもう大昔。それで、あと、東原、東国原さん。東国原。はい。東原と一緒になった。あとは男でうまかったのは誰だろう。もうみんな早くから来て練習して、本番がダメで。いや、結構あれ、河合俊一とか、で、なんか、名前が出てこない。顔は出てるんですか？顔は出てる。群馬の子、ネギの。横山秀幸さん。あ、秀、そうそう、秀秀。はい。本当に、会わないと声も顔も出てこない。顔は出てきてるわ。はい。みんな練習して、それで女子を必ず入れて、はい。だから昔ね、本当に昔だけど、私は千代ちって呼んでたんだけど、島倉千代子さんが参加されて、それで練習とか見てると、やったことないんで、私敬語使われんのよ。で、千代ちやめてよって言って、はい、もうそんな敬語ばっかり使ってるよ、じゃあもう入れてあげないとかって、やめてくださいとかつって、もう本当に、ゴロン、ゴロン、ゴロン、そんな感じなのよ。ほんでもう、そういうのって普通ガターに落ちません？そう、はい、落ちて、で、みんなが、これはっていうね、はい、もう本当に牙とか、東国原なんか、ガシャーンってなるぐらい、はいはい、ピンが壊れんじゃないかと思うぐらいの。あれでも跳ねさせた方がなんかストライク取りやすいみたいなこと。そう、それでね、その新聞、みんなで新聞、競馬みたいに新聞作って、で、それで、予想し合うんですね、優勝者を。で、それを募って、それを優勝者3位までの賞金にしてたんですよ。へぇ、面白い。だからその、なんていうの？下馬評みたいなのが面白くて写真とか入れたりとかね、それを絵の役員がやってた。絵のさん好き、ね、出席者が出た時にね、それもうで、まあ4人で8連ずつぐらいやったりとかね、はいはい、昼間はそれやって夜はお酒の会だったんだけど、はい、でチヨッチが入るとみんなえみたいだから、あ、チーム戦になってるわけですか。そうそうそう、チーム4人ずつので各女性
が一人入る、はいはい、私も入ってたんだけど、したらみんなバシャーンガシャーンってなるのに、ちゅっちゃんコロンコロンコロン、もうみんな静かになるよ。どの霊もちょっと離れて、2つぐらい霊離れるとね、右左あれだけど、コロンコロンコロン、もう言うのも嫌だけど、これが本当だから、コロンコロン、パタ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 、みんながえひょっとしてパタパタタタストレッチ、嘘すっごいの。それで、こんな調子だから、結果みんな終わって、ちょっと忘れちゃったけど、これ5回ぐらいやったかな、うん、大体がね、はいはい、5ゲームぐらいやって、5ゲームぐらいなんだけど、結果ちよちまちで、ああそうか、遅いから、なるほど、横ではだってガシャーでも30キロぐらいのスピードで、山瀬まみとかね、はいはい、育英とかね、もういろいろやってたんだけど、全然もううちらの方が早く終わっていやでも、もうそれがすごい楽しかったの、ね、でそこで私いつも優勝しちゃうから、はい、私だけハンデなしになって、それ差別だって怒ってさ、私だって女性だから30点くれよって、そうそうそう、うん、だって主催者が優勝ばっかりするんだから、これはダメでしょ、確かに、うん、でも楽しかったです ね、 いいですね、本当に楽しかった。今だったらアコさんだって桑田カップチャレンジしたいですね。いやいや、もうね、やっぱ腰が痛くなってゴルフもやんなくなって、はいはい、なんかこうギクってきた時にあれと思うと、もうなんかみんなに迷惑かけると思うと怖くてできないんですよ。そうですね。で、未だに日曜日アコの任せ始まる前にラジオ体操スタッフだけでやるんだけど、はい、前はもうスタジオでもう照明さんも音声さんもみんなキャメラも全部で一緒にやってたんだけど、やっぱ腰悪くして、でもあの今楽屋でスタイリストさんとメイクさんとマネージャーとやるんだけど、最後の方にあのちょっと飛ぶのがあるのよ。あ、ありますね、最後の方にね、そう、はい、その時だけやっぱ飛べないもんね、怖いから。あ、そう、ね、なんか怖いの飛ぶのは。なるほどなるほど、まあまあ、もし何かあったらっていうね、もう腰本番直前ですもんね。そう、で腰はね本当にあの何回も手術したし、レーザーだけどね、はい、嫌な思いをしたから。なるほど、今うちの弟も腰腰痛と戦ってるから、ちょっと怖いからね。まあまあそうですね、うん、一番はもうだから怪我をしないことが大事ですから。はい、すいません、なんか長い話。いやー、でもボーリング久しぶりに話聞いてるとやりたくなりますね。あ、まだあるんでしょ、ボーリング場。もちろんあります。少ないでしょ、もう昔に比べると減ったとは言われてますよね。じゃあ、はい、桑田君そういうところにも貢献してね。そうなんですってね、やっぱボーリング場だとか、うん、ボーリングはなんだっけ、ボーリングがどんな歌、楽しい歌だったね、好きなんですみたいな、ね、そう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 、うん、ありました、うん、はい、ぜひぜひ参加されてください、はい、メールアドレスは akko@1242.com、 ファックスは 0570-021242 でまだまだお待ちしております、はい、さあそれでは続いてこちらの話題に参りましょう、はい、週刊和田スポ復帰。12日病気で入院治療中だった千鳥のノブさんが仕事に復帰したことが分かりました。ノブさんは7月末、首に痛みを感じ診察の結果、右椎骨動脈解離であることが分かり入院、退院後は安静に療養していました。復帰に際しノブさんは、仕事復帰しました、心配してくださった方ありがとうございました、めちゃくちゃに休めたので怖いくらい頑張れそうですとコメント。さらに復帰一発目となった仕事の楽屋前での元気な姿の写真を公表しましたが、なんやそのポーズと突っ込まれていました。以前相方の大悟さんは、お前が死んだらわし誰とも組まんよとコメントしていましたが、そんなコンビ愛あふれる2人が完全復活です。令和の怪物、投げた、打ちました、打球は左中間に舞い上がった、レフトが大台だ、第55号だ、出た、世界の王貞治さんに並びました。13日神宮球場でのヤクルト巨人戦で、ヤクルトの主砲村上宗隆選手がこの試合2本目となる55号ホームランを放ちました。日本人選手による55号ホームランは1964年の巨人王貞治さん以来58年ぶり2人目の快挙。また22歳7ヶ月での達成は王さんの24歳4ヶ月を上回る史上最年少記録となりました。
日本記録はヤクルトバレンティン選手の60本、ヤクルトの残り試合は14ありますので記録更新も夢ではありません。まずは今日の中日戦で王さんを超える56号が飛び出すのか注目です。本人の意思、先月末中森明菜さんがツイッターで突然の再始動を宣言しましたが、それが本当なのか大きな話題になっています。そんな中、明菜さんが立ち上げた新事務所の監査役に就任した弁護士の男性 A さんが、再始動は本人の意思に基づいて発信されたものですと明菜さん本人の言葉であることを認めました。何はともあれ気になるのは明菜さんの近況なんですが、 A さんは健康回復と日々向き合っているとのことですと説明。また一部で NHK 紅白歌合戦出場の打診を受けたと報じられている件については知るところではありませんとコメントしています。そうなると今後の活動ですが、 A さんは未定ですとしながらも12月頃から順次情報を発信していくことを明らかにしました。今年は明菜さんにとってデビュー40周年のメモリアルイヤーですが、伝説の歌姫の復活となるのでしょうか。プロレスデビュー、11日フワちゃんが10月23日プロレスデビューすることが分かりました。この日フワちゃんは女子プロレス団体スターダムの試合前にリングに登場。4ヶ月間真面目にプロレスを勉強していましたと打ち明け、乱入とかそういうふざけたものではありません、プロレスファンのみんなが感動するような試合ができるように頑張りますとプロレスデビューを宣言。すでに4ヶ月前から練習を重ねていて、リング上では受け身を披露、本気度をアピールしました。プロレスといえば、若かりし頃大阪ミナミで最強ストリートファイターとして知られ、ドラマでは女子プロレスのコーチ役を務めた方が私の目の前にいらっしゃいますが、フワちゃんもプロレスデビュー前に一度この方に教わってみてはいかがでしょうか。なんてこと言うんですか。はい、私がなんで最強のストリートファイターなんですか。これは大げさじゃないですよね。昔いやだからそれは大げさではないですよね。ドラマで本当にね、はい、あの女子プロのコーチ役やったんです。輝きたいのっていう山田太一先生で、それがなんと今井美樹ちゃんだったからね。そうなんですね。今井美樹ちゃんとか三原純子とかね、はい、菅原文太さんと一緒にやりました。でもフワちゃんってこれはあの別に転校するってことじゃないでしょ。そうだと思います。もちろんプロレスを盛り上げる一環ですよね。そうでしょ。フワちゃんってあのその前になんかやっぱりテレビの企画で私2、3回見たけど、ダンサー、何、社交ダンスを、はいはい、いや社交ダンスだったっけな、オードリーの、エアロビの春日さんとやってた。あ、そうそうそう、はいはい、あれも見ててものすごく感動した。すっごいみんな一生懸命やるんだなっていう、身体能力高いイメージありますね。そう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 、あれ見てもそれだし、やっぱりあの見た目って変だけど、あの軽い子だけどやるときはやるんじゃない。いや、そうですよね、うん、だから盛り上げようっていう、そういう優しいところがあるから、はい、これは真面目にやると思う ね。 そうですね。一瞬でもフワちゃんは高校時代陸上部で、今本当に走り込みで体に磨きをかけているという情報があるそうです。なんか楽しみじゃないですか。これ盛り上げてほしいですね、うん、あとこう順番でいくと次は、はい、あの中森明菜さんです、ね、明菜ですか、はい、秋野はでもこれ弁護士さんがおっしゃってるんでしょ。そうですね。ただこの弁護士さんもあの A さんということで、うん、まあそこら辺、まあ、もちろん弁護士さんであることを疑ってるわけではないんですが、うん、お名前を表に出されてる方ではないんですよね。ははははなんかね、はい、本人の意思って、でまああんまりその紅白だけに出るっていうのもどうかなっていう。そうですね。紅白ってでも前にも出てるでしょ。はい、サプライズ でニューヨークからかどうかありました。うん、どうなんでしょう。で12月頃から順次情報を発信していくことを明らかにしましたって、12月に例えばディナーショーとか多いですから、12月に発信するっていうの遅いと思うんですよ。そうですよね。うん、あのよくわかりませんけど、ディナーショーにせよ、うん、ライブにせよ、うん、まあ、アコさんの、まあ、例えばブルーノートもそうでしょうが、うんうん、はい、随分前から場所を抑えて、そうです、それに向けて準備するわけじゃないですか、はい、でチケットもだからだいぶ前から発売するわけで、はいはいはい、アコさんのおっしゃる通り12月情報発信だと多分普通は2月3月とか、うん、そこら辺のライブの情報であるのがタイムスケジュール的には普通ですよ ね。そうですね。私なんか12月の20何日かな、うん、金沢の
僕言っていいと思いますけど、全日空ホテルやりますけど、もはやから決まってました。あ、そうですよね。だからこの秋なのは、なんか周りがアルバム出すとか、はい、なんかって言い過ぎてるから、本当に秋なの、この意思。意思っていうか、なんかこう映像とかあるといいね。あ、だってファンは待ってるわけだから。そうですね。まあ、出てくるのは、いや、まあ、体調を見てって書いてあるから、体調見てじゃなかったっけ？そうです、そうです。健康回復と日々向き合ってるって、どっかまだ健康面で不安があるのかもわかんないけど、はい、それならじっとしてあげてほしいと思いませんか？そうですね。うん、もう、プロとして考えるならば、はい、私の知ってる限りの秋名はもう何回も言うようにうちにも来たし、はい、ご飯もよく作ってくれたけど、やる限りには誰にも負けたくないっていう、うん、お客様に納得させる歌を 歌うっていう子だから、ある意味プロとしてね、はい、すごくエクセン手が冷たいの握ってほしいとかいう子だけど、歌になったらもう180度ぐらいか、なるほど、変わってその歌の主人公になる子だから、もし健康面で問題があるなら見守ってあげてほしいし、そうじゃないならあんまり騒がないでいてやってほしいような気がします ね、 ですね、うん、それと順番でいくと、このヤクルトの村上選手、はい、すごいことですね。すごいです。これは私野球よくわかんないけどすごい、はい、ただ記録はね、記録はもう破られるためにあるっていうか、でも22歳っていうことで、はい、これはもう王さんは抜けるんじゃないですか。王さんを抜くのは間違いないというふうに思っていいんじゃないですか、うん、残り14試合で1本も出ないってことはないと思いますね。なるほど。いや、まだまだ楽しみですよね。楽しみですね。これから明日、うん、お任せで出がなんですけど、あ、そうなんですか。出が見に行ってる写真があるから。出川さん、じゃあ神宮で生観戦してるんですね。よく行ってるみたいですね。いや、こういう記録的な時に見れるってある意味幸せで、そうですよね。もうだってどんどん記録ってのは、昨日もなんかニュースでやってたけど、アメリカで17歳のスケーターが4回転半を滑って、なんていうの、認定されたみたいだから、羽生くんを抜いたわけですよ。そういうことですね。羽生結弦くんは4回転半を失敗したじゃない。そうです、ね、でも4回転ってのがあるんだっていう、うん、そうそうそう。でもその17歳の名前忘れたけど、アメリカの子、男子だけど、4回転半綺麗に、イエーすごいっすね。だから今の10代とかね、まあ、この村上さんは20代ですけど、すごいですよね。進化してるんですね。なんだろう、プロじゃないダンサーで、高校生のダンサーでもアメリカで世界一になったしね。すっごい踊りで、やっぱりなんかダンスの世界とかも聞いたら、うん、やっぱ YouTube とかがあるので、うん、やっぱ若い子たちがすごい踊りを割と簡単に映像で共有しちゃうから、うん、はいはい、本当にレベルが高い。そうそう、どんどん上がってくって言ってましたね。もうすごかった、感動したわ。やっぱそう、すごいっていう。それで最後ですけど、ノブ良かったです ね、 ですね。なんか休んですぐ病院から退院したっていう時に電話して、はい、でどういう治療するのって、治療がないんです、で月薬ですね。月薬ってどういう意味って、やっぱり安静にして月単位で治していくっていうのがあったから、うん、へーとかって、ちょうど一月ぐらい、そうですね、一月ちょっとかな。いや本当に1月だから、うん、難しい病名ですけど、だって簡単に言うとくも膜下出血の一歩手前っていうふうに言われてましたから、ね、でもね、これね、爆笑問題の田中君に聞いたら、田中君は出血したんだって、それでも施しようがなくて安静で治ったとか、いろんな治療法があるんですね。でも何はともあれ元気になってね。そうですね、全然テレビ見てて休みって感じなかったもんね。録画ってこんなにするんだよ。そうですね、うん、確かに。後でまた電話してみます。はい、余計病気になった。穏やかな、はい、口調で話しかけてあげてください、はいはい、以上週刊和田スポでした。セブンイレブンは近くて